松山雄氏は日本の作曲家、編曲家。本名の松山茂名義を用いたこともある。所属事務所はパインプロデュース。優は示せ、右、が政治。長野県生まれ、高校卒業まで石川県金沢市で育つ。日本大学芸術学部音楽学科卒業。作曲を木島清彦、林博志、渡辺武雄に指示。 世界名作劇場シリーズ、日本サンライズ自社制作のロボットアニメ、無敵超人ザンボットさん、無敵孔人、大胆さんなど、渡辺武雄作曲による、主題歌などを多数、編曲。機動戦士ガンダムなどの劇ともには、松山が作曲したものも多い。アタックナンバーワンの後、渡辺武雄から、勇志の名を与えられた。2017年4月7日、 東京都練馬区の自宅で火災により死去、79歳没。この日は、自身が、劇ともの編曲、作曲を務めた、機動戦士、ガンダムの1979年の放送開始日でも、あった。また6日後の4月13日には、大胆さんで仕事を共にしたアニメーターの演算、ノリオが、やはり自宅からの火事で夫婦ともに亡くなり、 ガンダムのヒットで多くのサンライズ作品とそのスタッフを認知していた多くのアニメファンは二重の悲しみに包まれた。ありがとうございます。